任侠団体山口組が結成時にマスコミを集めて行った記者会見を再現し、改めて振り返りたいと思います。本動画は後編となります。まだ前編を視聴されていない方は、ぜひ先に前編をご確認ください。なお、3団体それぞれの見解があり、任侠団体山口組という一つの角度から見た会見当時の考え、思いであることはご留意ください。また、組織名、役職などについても会見当時の内容となります。四代目山健組はおととしの8月27日、名古屋講道会を非難し、大義を正し、神戸山口組を立ち上げたわけですが、現在、神戸山口組の主要組織である四代目山健組の運営の中身は、講道会を非難したことと同じようなことをしているのです。そのほんの一例を挙げさせてもらえば、本年1月31日、名古屋で自決した山健組中京ブロック長、藤森若頭補佐のことは皆さんのご記憶にも新しいことと思います。藤森ブロック長が何故自ら命を絶つようなことになったのかをご説明します。昨年9月、藤森ブロック長は分裂以降、名古屋という土地柄もあり、組合のしのぎがほぼできなくなったということもあり、経済的に行き詰まり、会費を滞納するという状況になっていました。そして、それを払える目処もない中で、意を決して、山健組本部に上がり、その窮状を訴え、役を降りさせてほしいと、松藤組跡目の高倉の兄弟と一緒に、お願いに行ったそうです。その時対応したのは、伏見若頭、与え本部長、中田若頭代行の3人だったそうです。そして、その3人と藤森ブロック長との4人で約2時間ほど話し合いをした後、別室で待たされていた高倉の兄弟が呼ばれ、その3役から藤森の会費滞納額が150万ほどある高倉、先代が困っとるんやから、なんとか助けてやれんのかと言われたそうです。高倉の兄弟は、先代を助けたいのは山々なんですが、今の私にはその余裕はありません。何とかしてくれと言われるのなら、事務所を処分して、お金を作るくらいしかないんですと返答したそうです。すると、伏見若頭が、事務所は山健組の出城やから、売ることはできんやろと言った後、驚くことに事務所を担保に金は作れんのかと言ったそうです。高倉兄弟は、わかりました。借りれるかどうか頑張ってみますとしか言えず、その後、藤森ブロック長と名古屋に戻り、数日かけて走り回り、金を出してくれる人を探したそうです。しかし、今のご時世、ヤクザの事務所を担保に金を貸してくれるような人はなかなか見つからず、伏見若頭に連絡を入れ、貸してくれそうなとこを探しましたが、どこも貸してくれませんでしたと報告したそうです。すると、伏見若頭は、中田の代行が担保で金を出してくれるところを知ってるそやから、こっちで動いてもええな、と言い、中田代行の若衆である名古屋在住の建隆会中山氏という男から、高倉兄弟に連絡が入り、事務所担保の融資をするための作業に入ったそうです。そして、中田代行が言ってきた条件が、1000万以上の評価がある物件に関わらず、500万なら出せると先方が言っていると、それでもいいかと聞いてきたそうです。藤森ブロック長、高倉兄弟にしてみたら、会費のみの200万近くを払えと言われ、無理だとギブアップしている状態で、その二人に選択の余地もあるわけなく、お願いしますとなったそうです。しかもその後、金利がつくんですが、3部でいいですかと言ってきたそうで、当然言えるはずもなく、お願いしますとなったそうです。しかし、毎月15万円の金利を藤森ブロック長はもちろん、高倉兄弟も払うことができなかったため、その旨を伝えると、それなら金利は3年間据え置きで、3年後に元金と金利3年分を一括して払ってください。その代わり、抵当権ではなく所有権を変えてもらいますと言って、
去年の11月28日に松藤組事務所の所有権が高倉兄弟の名義から権竜会中田代行の若衆の名義に変わっているのです。これが同じ身内、仲間のやることですか。分裂以降、敵地名古屋で命がけで頑張っている者から会費を取るというのも酷なことですが、それを滞納したからといって事務所を肩に抑えますか。誰が聞いてもこれは仲間のすることじゃないと言います。山県組執行部三役揃いも揃ってこんなことを進めて、親分がそれを知らないと思いますか。こんなことをしておきながら報告をしていないことなどありえないです。自分で戦争を仕掛けて最前線で戦っている兵隊から兵糧も武器も取るようなことではないですか。普段から団結が大事や、我が大事や、助け合いやと言っているのは口だけなんです。嘘なんです。山県組の組員全員が親分が金を持っていないとは思っていないでしょう。お金があるのに助けてやらないんです。私は高倉の兄弟にひょっとしてと思い、藤森ブロック長が亡くなった時、本部から公電が出たかと聞いたんです。出てないと言ってました。自殺なら出ないと。これが山県組の実情です。敵地の中で戦わせておきながら、絞り取るだけ絞り取り、残った唯一の財産まで取り、己が死に追い込んでいるのにそ知らぬ顔をし、自殺だからという理由をつけて公電すら出そうとしない。公電で私がひょっとしたらと思って高倉の兄弟に聞いたのが、去年10月に亡くなった和歌山の紀州連合松下兄弟の時も、公電を遺族に渡してやってないからです。当時私は南ブロック長代理をしていましたので、葬儀が終わって、伏見頭に会計報告をし、会計責任者の中田代行と私の3人で親分に報告に上がったんです。その時親分は、松下の嫁は松下が懲役に行っている時に席を抜いとるんやろ。嫁の評判も良ないし、そんな嫁に金を渡したら飲み食いして、子供のために金使わんのちゃうか、と言い出したんです。その後、我々三人は、親分の部屋から退出し、一旦頭の部屋に戻ったんですが、その時中田代行は、親分がああ言っていたので、渡し方考えるので、一旦残りのお金を預かっておきます、と言ったので、私は公電の残金約200万ほどを中田の代行に渡したのですが、その後、それを遺族に渡してやることはなかったのです。以上です。第二に、当代の出身母体の贔屓について、これは古川サイドから、どうぞ。古川組としましては、当代の出身母体の贔屓についてお話ししたいと思います。うちの組が神戸山口組に移籍して、すぐの昨年3月に山県組のとある組織の若い者と、うちの組の枝の若い者が揉め、うちの者が重傷を負わされる事件があったんです。この事件は、うちの者は一方的にやられているにもかかわらず、相手が当代の出身母体の山県組ということもあり、こちらとしては最善の気遣いをし、神戸山口組内の揉め事であるから、六代目大勢と全く違う裁きをしてくれると信じ、山県組の誠意に任せたが、結果、神戸山口組を謳う当代の出身母体の贔屓をしないとは程遠い、真逆の結果となり、団長の思いで不本意な結果を受け入れたんです。うちとしては、この一件で組として大変寂しい思いをしたんです。不本意な裁定とはどのようなものか、詳細をうちの頭の方から説明させます。こっからはざっくばらんに行きますんで。うちは皆さんご存知の通り、六代目から神戸へ希望を持って参加した組織の一つとして、ありのままの現状をお話ししますんで、現場の声言うことで。まずはじめに移籍当時、六代目側から約3ヶ月遅れで我が古川組として移籍したわけだが、当時、裏切り者だの風見だの言われました。いろいろと。その中で我々は神戸山口組というものの大義ですね。金は吸い上げない。出所びいきしない。
いろいろなことを聞いて、これは六代目とは違うと希望を持って移籍、並々ならぬ覚悟で皆言った。実際、当初、うちとしては経費的なものはぐっと下がり、これはほんまやな、これは言ってよかったなぁと、組員一同安堵した場面もあったが、実際、月日が経ってものを見ていくと、結局蓋を開けたら何も変わりなかった。今説明しましたけども、まず内輪揉めをしないで、敵は六代目の名古屋方式という中で、まさか夢にも東大の出身母体山県組の人が、手前どもの枝の若い者が怪我を負わされた。そのこと自身が耳を疑いました。その流れの中でうちとしては断固抗議した。これは名古屋と花熊は違うと抗議したが、結局あっさりと当事者だけ破門ということで言い渡しがあり、済まされたわけです。本来我々の世界で、当事者が逆でうちの古川の者が加害者であれば、当事者即刻絶縁、そこの親方何らかの処分。これは当たり前のこと。当たり前と思っていた裁定すら下されないという神戸山口組で、12月に移籍して去年の3月くらいの事件ですが、あれちょっと違うなと。我々は後からの参加組ですが、疑問を呈したところもありまして、その流れで飲むとこは飲みました。やはり相手は山県組。我々弱小は辛抱するとこは辛抱せなあかんのかなと。結局何やったのかなと思いながら月日が過ぎまして、またびっくりするような話が耳に飛び込んできたのが、破門されていた当事者が何の承諾もなく、普通であれば我々の世界では、被害者である我々どもにお伺いを立てて了承をもうて、初めて復縁状を巻いてというのが当たり前のこと。これ一切なく、当事者が、これもうちの門が探し当ててきたんですけど、破門された組織へ何事もなかったかのように出入りをしていた。それを聞いたとき、間違いやと何らかの、神戸に関してそれはないやろと言うてる最中に、次の一報が耳に入りまして。何やと言うと、その組織の代名が、山県組内で変わりまして、代名継承の杯の席に、これは嘘やろと思いましたけども、神戸山口組組長が後見人として列席し、そこに当事者がそれなりのポストをもらって、杯を飲んでいたということを聞いて、正直耳を疑いましたし、理解しがたい。正直な気持ち、やっぱり六代目。神戸とうちはいろいろ渡り歩いて、結局、東大の母体であれば何でもありないやなと。結局、何でも名古屋でした、六代目の時は。名古屋通るから道明けですわ。結局、神戸行っても山県やから道明けなあかんのかと。うちはプラチナプラチナ言ってますけど、結局山県の枝の組織、そこ以下の扱いをされたわけで、名ばかりでプラチナやなかったんやと。組一同、この一件で正直な話、神戸に希望を持って行って、3ヶ月この事件があり、今年の2月ですが、それから1年後、正直言うと希望は冷めた瞬間と言いますか、こういうような状況なんですよね。だから古川としましても、新しい団体に希望を持って頑張っていくわけですから、内容的にはそんな感じです。まあ最後に第三に、進言還言を一切全く聞き入れなかったという事実をお伝えしておきます。皆さん、長いこと、本日はお集まりいただき、誠にありがとうございました。それとですね、任教団体の今日、中の字は人です。教友会さんの今日、ここだけは間違いないように。一方的な決意表明になりましたけど、よろしくお願いします。これ雑誌また見ますし、ちゃんと書いてくれた雑誌社はまたお受けします。そのままでお願いしますよ。もし、これに関しての聞き取りにくかったという部分は、質疑応答はできませんが、担当を決めますので。ただその時に質問は勘弁してください。今日は言われんけども、
組織名変更するところも出てきます。さっき言ったように、役とかについては後日。今日一回じゃないんで、これからも機会があればと思ってますんで。